ここにも書いてあるんですけど、まあ、本当にこうセールスマンとか営業も一緒で、やっぱり最初からこう売り込もう売り込もうとすると信頼関係ないので手を引いてしまいますよね。なので本当に健康で美味しいパンの選び方ってご存知ですかって言われて、実はこういう風にやるといいんですよって言われたら、ありがとうって言って、ところであなたのパン何言ってんですかってなるっていうのと一緒ですよね。だから商品ページの中にも、まあ、あんまり売り売りの情報ではなくて、お客さんが興味を持ってもらえるようなものをしっかり入れていくっていうのは結構大事かなと思いますね、はい。まあ、ただ楽天市場の場合やっぱりライバルが多いので、皆さん困ってるんですよね、選ぶのに。なのでそういう時はやっぱりこう初回限定とか初めての方限定とか言われた方が、で結果買ってみようみたいな背中を押しやすくなるのかなという部分もあるかなと思いますね。まああとはそうですね、パン屋さんはあんまり使ってらっしゃらないかもしれませんが、ちょっとジフアニメーションジフ画像でちょっと美味しそうな動いてる画像とかも面白いかもしれないですね、うん。